かわいいな、シぴてシしぴてーかわいいなもしもしあ、もしもしおお名前どうぞあ、どうも、ち学生と申します <laughs> お誕生日おめでとうございますありがとう。あ <laughs> なんかあの、普段のさ、めちゃめちゃかっこいい感じからのさ、このディスコードのアイコン笑っちゃった、はい ありがとうございます。<laughs> いや、なんかこうやって喋るのもね、なかなか機会なかったから、はい、ちょっと今回お声掛けをしましたあ。ありがとうございます。ないですよ。1対1で天月さんと喋れるなんて夢のようです。<笑><笑>なんだなんだなんだよなんだよ。なん,だよ <laughs> なんかさ、その、ここまでの下りで、はい、やっぱ歌い手の高年齢化が進んでるぞって話ので、ね。はい、<laughs> そんなことないですよ。<laughs> <laughs> ちょっといっちゃん一番若いの来た。一番若いの来た。 あ、そうです。僕は今年で二十二になる年な。ああ、マビ、はい、目がつぶれるーー。はい、ありがとうございます。目がつぶれる。<laughs> なんで目がつぶる？<laughs> 若すぎて <laughs>。恐縮です。え、なんかさ、あのーはい、でもさ、歌い手活動自体はさ、めっちゃ前からしてるわけじゃない？あ、そうですね。十年ぐらいやらせてもらってますね。 えじっていうとさその時はもうさ小学生だった、はい、小,小学生が小学生だったってとでしょそうですね小学生小学生状態でやらせてもらったんで <laughs> えっぶっちゃけさ俺のこと知ってたあもちろんですよはい <laughs> だからもう先日ライブ出させていただいたりとか、うんうん、あとあの バレンンタイン配信ですかあの youtube、ねねねうん、なさせていただいた時とかも、うん、ついこの前まで学校プール終わった後に友達とちっちゃいパソコンの画面でアイス食べながら聞いてた人が横にいる状態って何って思いながらやってたんでだからもう先ほどもこう皆さんも思い出話とかたくさん話されて,るてたじゃないですか。 僕も正直毎回ピンピキピンに緊張してるんでもう細かいこととかあんま覚えてないんです,すい,ませんいやいやいやいいよいいよいいんだよ <laughs> でも俺がさなんかこう逆の立場だったらさなんか、はい、まあさいわゆるさ先輩方にさすげえ囲まれながらさライブしたりとかすんのさゲロ吐くと思うわマジであっそ,そうですよね <laughs> でもライブ 代々木もそうだけどワンマンとかもうマジで歌うまくて生歌、はい、とんでもないですすごかった、ね、火花すごい喜んでもらえたね、はい、あそうですね当日も歌ってみたの動画の方もありがたいことに、ね、<laughs> そん,なんか新鮮だった、はい、なんかありがとう <laughs> <laughs> 今日で関係終わりですか？違う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 じゃいやで次次とかねなどんなのがいいかなとかねそれこそ思うよねでもそうですあのそれで言うと皆さんあのなんかやりましょうとおっしゃってましたけど僕もぜひ天月さんやっぱやりたいことあって本当何何何何何でもたくさんあるんですけどやっぱり天月さんあの実写普通に解禁なさってるじゃないですかミュージックビデオとかの方でも。 なんでちょっとやっぱ僕の動画の方にもあのあ<っ>影の状態で景月さんとしてだから <laughs> <laughs> いただきたいなってあれぜひね逆光で撮る環境がもしあればそれかそのさ撮影環境行ってみたいわ普通にいや僕んちはだってあれですよ普通の実家のマンションで撮ってるんで <laughs> だから6畳ぐらいの部屋の横にあるロフトベッドの前で撮ってるだけなんで多分2人は入れないかもしれないです、ね、でもそうとは思えないぐらいのねなんかいつもかっこよさだけどね動画あ,ありがとうございます、うん えー、いやちょっとじゃあやろうそれぜひぜひやりたいじゃあちょっとじゃ詳しく詳しくまたじゃ後日詳しくはい裏で連絡差し上げますので <laughs> しを差しを <laughs> <laughs> ありがとう、はい、ありがとうございますこちらこそあじゃあ改めてお誕生日おめでとうございます、はいはい、あ,ありがとうございますこれからもよろしくお願いしますこちらこそ何卒ぞ、はい、じゃもしかしたら次は影付きで 合うかもしれなで、ね。はい。駆けつけたんとして、ぜひ <laughs> お越しください。はい、ありがとうございました。はい。はい、小学生くんでした。はい、ありがとうございましたー。はーいああ。わけー。わけー。若さや。いや、でも、本当になんか。なんか、年齢とか、音楽関係なく、こうやってできるの、めっちゃ嬉しいな、本当に。 いやもっとみんなと話してもっともう一人一人一時間ずつぐらい話したいんだけどさちょっとあの次の方いきます次の方いきます